どうもこんにちは、小田です。今日はですね、最近北海道で地震が多い理由というテーマでお話をしていきたいと思います。あ、ちなみにですね、北海道だけじゃなく、あらゆる場所で実は地震の速報が上がっているということは、ニュースね、見てる方、いやもうテレビないんですよっていう方はね、意外と見てない可能性はあるんですけれども、ただやっぱりテレビとかネットニュースとか見てるとですね、どうしてもこういう警報という形で地震速報流れてきますよね。で、最近で言うと、もう本当に危険です、津波ですぐらいの勢いのアラートが北海道でありました。で、これをね、やっぱり真剣に考えなければいけないなっていうことなんですけれども、実はですね、知ってる人は知っている、知らない人は知らない話なんですけれども、日本では一番恐れられている地震というのが、実は千島海峡沖地震だということがあるわけなんですよね。もちろんね、もう天変地異レベルの地震ももちろん考えられるんですけど、1万年周期ぐらいのやつで、まあ、それで言うと、まあ、九州の阿蘇山あたりも危ないんですけれども、それも火山の噴火とかと連動してるやつだから、まあ、とりあえず地震という意味で言うと北海道がやばいんですよね。まあ、それはもう本当に南海トラフと首都直下型、この2つは皆さんよくご存知だと思うし、その地方に住んでる人はね、いつ来るんだろうみたいなね、あと10年間に来ますよ、 80%、 90% 来ますよって言われてるから、もうすでに心の準備というかね、逃げる準備というのもできてる可能性がありますが、北海道はですね、やっぱり盲点になっているというか、北海道の住民の方でもですね、意外と知らなかったりするんですよね。ですので、知らないがゆえにいきなり起きた時に大変なことがあるということなんです。で、ちなみにこれは北海道だけではありません。これ北海道の方だけびっくりしてるかもしれないですけど、北陸も怪しいんです。プレート的に言うと北陸のプレートも怪しいです。だから私意外と大丈夫ですよって思っている、そこの石川県、福井県、そして岐阜県も実はこの辺り入ってるんで、富山県もね、この辺り結構怪しいっていうのは一応頭の中に入れておかないといけないということですね。この辺りも地震すごく最近多いですので、この辺りのプレートも怪しいんじゃないかなというふうに推測がつきます。で、もちろんね、やっぱり東京一番多いですし、南海トラフもやっぱり何かしらの地震がどん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 起きてますよね。だから、まあ、全ての地域全部怪しいっちゃ怪しいんですよね、ぶっちゃけ。だから北海道だけだとは言わないんですけれども、北海道で起きた時に何が一番怖いのかということなんですけれども、それはですね、やっぱり津波なんですよね。津波でやっぱりその海岸の港町あたりがうわーっとかっさられる可能性が実はあると。これがやっぱり一番怖いんですよね。だから地震っていうと、やっぱり私たちはつい地震で建物が揺れて、そこからなんか落ちてきたら大変だとか、あとは火事が起きてしまってそこに巻き込まれて亡くなってしまうっていうのが一番怖いわけなんですけれども、やっぱり海ですよね。で、海で津波、東日本大震災の時もやはり結局津波だったわけなんですよね。で、北海道も実はやっぱり津波が一番の死者が出る可能性があるポイントというふうに言われています。で、もうすでにですね、政府の発表では、もし千島海溝沖地震が起きた時に10万人の死者がもうすでに予告されているというか発表されてるんですよね。まあ、例えば、まあ、東日本大震災とか関東大震災とかだと12万人ですよね。それは結構連鎖的な問題も起きてのっていうことになるんで、でかさという意味で言うと、やっぱり北海道で、しかももちろん人口密集してる場所あるんですけれども、それじゃなくてもですね、あれだけなくなる予想が立つということは、どれだけ巨大かっていうことはちゃんと理解しておかなきゃいけないということなんですよね。だから北海道だけではないって話なんですけど、この海岸部の場所は全て危険な可能性があるということはやっぱり知っておかなきゃ。北海道のその千島海溝沖で亡くなった時に10万人が亡くなります。これはほとんど津波だと言われてます。津波なんです。津波って感じですけどね。津波でもう本当にいろんな人がわーっとさらわれていくということですよね。まあ実際にもう本当に1メートル級の津波がわーっと自分の目の前とか足元ぐらいに来た時にひとたまりもない。だから50センチとかでも子供はひとたまりもないですよね。大の大人でも1メートルはもう絶対にやばいですよね。でもそこまで来ちゃう可能性って、なんとなくご自身の住む場所であり得るなと思ったら本当に注意しなければいけないということなんです。
ですね。で、まあ、これに関してはそのハザードマップというのがありますので、政府が出しているハザードマップっていうのを検索していただいて、自分の住んでいる地域でもし大地震が起きた時にどれぐらいの規模の津波が押し寄せてくるのか、自分の場所は大丈夫なのかっていうことは必ずチェックしておかなければいけない。でもし起きた時にじゃあどこら辺に逃げておけば大丈夫なのかというのもあらかじめ頭の中に入れておき、だいたいここら辺に逃げていけばいいみたいなのがないといけないっていうことなんですよね。もう本当にね、この10万人規模の地震というか死者が起きるっていうことっていう可能性っていうのはもちろんね、神のみぞ知ることですから、人間がやってるっていうふうにはもちろん言い切れないわけなんですよね。ただですね、いろんな説がありますよね。でここを言うともう完全に、あ、それなんか陰謀論の見過ぎじゃないのかとかって言われるわけですよね。こっから地震の話を言うのはやっぱ一つの推論にしか過ぎないっちゃ過ぎないんですけれども、まあ、一つのトリガーを引くっていうことは人間にはおそらく可能ではあると思うんですよ。もちろん自然の周期によってね、北海道なんかも本当に自然の周期なんですね。ここら辺のタイミングで起きますよっていうことがもう周期的に起きてるから、何百年に1回みたいなスペースで来るやつが北海道は今溜まってるわけじゃない、エネルギーがね。でそれは南海トラフも関東大震災もやっぱり周期的に起きてる自然の現象だから、その時に誰がこの引き金を引くのかに関しては神の水を知るわけなんじゃないですか。でもですね、どうもこういうトリガーを引くことによって自分の政策を推し進めていこうという、まあ、これをショックドクトリンというふうに言うわけなんですけれども、ショックを起こしてそれによって自分の思い通りの政策を推し進める、例えば感染症とか、あとは自然災害ですね。特にだから自然災害は一番簡単なんですよ、っていうかパターンなんですね。死者がたくさん出ましたんで、これを避けるためにも何々をしますって言われると、ああそうかな、しょうがないわな、これだったらしょうがない、だって死ぬ可能性あるんだからとかね、そういうことが言えるわけなんですね。例えば東日本大震災の時にでもテレビはずっと自粛していたりとか、あのあたりぐらいから結構なし崩しにいろんなことが進められているんですよ。あれをきっかけに日本は結構落ち込んでるっていうことだけは間違いないんです。あのあたりである意味で私たちは戦争にすでに負けてるっていう可能性があるんですね。もしですよ、仮の話です。これはフィクションです。あくまでも妄想ですから、根拠がある話ではありません。今まで結構根拠がある話も結構してるんですけど、これはフィクションです。だから、まあそんなこともあるかなぐらいに聞いてください。例えば東日本大震災のボタンを押すことが俺はできるのなんていうことをね、言ったとするじゃないですか。誰か、闇の団体が闇の団体が言ったら怖ーってなりますよね。あなたはここに逆らったら、この政策に逆らったら10万人ぐらい死ぬけど大丈夫みたいな、そういうことを言われた場合ですよ。これ仮の話で何度も言いますけれど、言われたらやっぱりそれは逆らえないみたいな感じでやってくるっていう可能性あるんですよね。だから実際に 3.11 が起きた後の現象を考えて、ある意味でその後言いなりになってきた日本という国が存在しているということを考えるならば、あそこからある意味で日本の没落って始まってるんですよね。東日本大震災があり、さらにもう一発じゃないけれども、そういうことを起こすとですね、もう誰も逆らえなくなるっていうことなんですよね。それを今やらせたいっていう背後の何かがありそうな気がしませんか。でこれをやるとですね、どんなメリットがあるかと言いますと、政府が緊急事態を発してその時には誰も逆らえなくするということをね、発令することができるんですよ。その法案を通すための言い訳として何かショックを起こしていくっていうことなんですよね。例えばフランスとかいろんなところでは暴動が起きたりとか、いろんなことが起きてますけれども、そういうものが起きて、そして緊急事態です、カオスになるから危ないですっていうふうにしてコントロールしたいという勢力がいるわけなんですよね。これと同じことを地震という天災の形を使ってやろうとしている人々がいるっていうことは十分に考えられるわけです。そんなことがあるわけないって思うかもしれないけど、これを正義だと思っているのがあるってことなんですよね。
資本主義にズブズブの人たちって実はプロテスタンティズムって言いましてですね、神の命令によってお金儲けしてたりとか、神の命令によって人々を管理するっていうのが彼らの本当に正義なんですよねっていうふうに考えてる人たちが世の中にはいるんですよ。それのもとに経済的にも進んでいくわけじゃない。だから経済と地震というものは本当にセットなんです。これがショックドクトリンなんですね。この地震が起きないとは絶対に言い切れませんし、北海道なんかは起きるといろんな政策を進めやすいんですよ。南海トラフとか関東大震災みたいなものが起きた時に復興にすげえ時間かかるんですけども、北海道の場合は復興大変なんですけれども、港湾を通しやすいっていう意味で言うと有利という可能性がなきにしもあらずなんですよ。南海トラフ首都直下型だけではなく、全国各地で気をつけておかなければいけない状況に今はありますということなんですね。ということで後半はちょっと、若干ね、ちょっとストーリーだと思って、そんなこともあるかなと思って聞いていただければなと思うんですけれども、これは本当に真剣に考えている人たちが本当にいますということに関してはですね、概要欄の方でプレゼントしているサバイバルセミナーの中でお話をしています。これは本当に思想の問題なんで、私たちが絶対に考えられない思想を持っている人たちがやっていることだったりするので、これは注意していただければなと思います。ということで、少しでも役に立った地震が来るぞっていう話ではなく、本当にこれ思想的な話にもなってきますので、少しでも何か確かにあり得るなと思った方、そして、それなりの最低限の備蓄しようかなと思った、いやしてるから大丈夫だよと思った方、どうしてもいいんですけれども、ぜひですね、高評価ボタンを押していただけると、こういう意識をもとにですね、地震の対策をする人が増えると思いますので、ぜひ高評価ボタンをお願いいたします。そして初めましての方はぜひチャンネル登録もお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた失礼します。